はい、こんにちは。はい、今日はですね、第5スタジオぐらいですかね。もう第何スタジオか忘れましたね、もうね、はい、からお届けしてますけどね。もうこの圧倒的なフランス感の中でですね、オールブラックスのですね、今日はプロセスのご紹介をしようかなというふうに思っております。はい、ですね、他のもうね、ちょっとごめんなさい、忙しくてですね、これ言い訳になりますけれども、あの商品撮影の方がですね、全然できなかったんですよ、実は。で、ついにですね、いろいろ全部入荷してきたんで、一気に撮ろうということで一気に始めております。なんでですね、しばらくこれから先はですね、もう全部この第5スタジオですね、はい、この圧倒的フランス感、ちょっと古いけどね、の中からお届けしますけれども、別にフランスの宣伝だけじゃないんですよ。いいですね。で、今回ご紹介するのはこちらのオールブラックスのポロシャツなんですけれども、新しいポロですね。はい、何が変わったんですか？何か変わりました？色。イエスね、これね、はい、これが今年のあれですよね、オールブラックスの差し色ですよね、はい。なんて色でしたっけ？それあれですよ、ワンダーワンダーコア的な、ワンダーブルーみたいな。違いましたっけ？全然違いますよね。ワンダーブルー、いや全然違いますよね。ブルーベリーみたいな。ブルーベリー、ブルーベリー、最近いいですね。助手4代目がですね、かなりのあれなんか確率出してくるんですよ。ですね、忘れました。でもね、書いてないですよ。なんとかスティールじゃなかったっけ？ワンダースティール、なんかそんな感じだったよね、の色が今回ね、差し色になってるんですよ。まあまあいいじゃないですか、それはね。はい、はい、で、ね、あのね、これね、メンポリのコット、メンポリのプロセスになってるんですよね。で、パーセンテージが微妙なところなんですよ、実は。54% コットン、46% がポリエステルでございます。そしてですね、いつも通りこのポリエステルはやっぱりリサイクル素材ね、はい、もう今普通ですよね、が使われております。はい、パーでね、だから海洋ゴミっていうのかな、うん、あのプラスチックをリサイクルして使ったのが入っていますと、はい。さあ、そこでだ、久しぶりだ、メイドインどちらでしょうか？チャイナ。ジブブー。インド。インドネシア。インドのわけないでしょ、メシアでもない。ブブー、出てきてるよ、お前。ベトナム。あ、近くなってきたよ。違うけど、ベトナム近い。タイ。近いよ、すごい近い。その辺、その辺で、もう一声。ベトナム、タイ、ベトナムって来てよ、隣。はい、来るよ。どうぞ。あ、カレーの。カレーのイン、インド。違う、だから違うっつってんやん。インド一回忘れようか。だからあの辺だよ。あ、島ですか？島じゃねえって言ってんじゃん。だからタイとかベトナムとかあそこだっつってんじゃん。島国じゃないよ。ほらほら、もう今日は俺もう聞き出すまで下がんないよ、ここは。タイではない。タイじゃないっつってんじゃない、さっきから。タイでもベトナムでもないんだよ。はい、近くにあるじゃん、もう一個。シンガポール。シンガポールはちょっと遠くなっちゃったけど、シンガポールよりもっと上の方。待って、汗かいてる。ちょっと熱くなっちゃった。何文字ですか？5文字。もうみんな待って、最初の文字、みんなが待ってる。最初の文字かで始まる。あ、カンボジ…違う、何？よぎ、来た方？カンボジア。そうですよ、カンボディアンですよね。メイドインカンボジアなんですよ。はぁ、長かったですね、今ね。いいですか？前も言いましたよね、カンボジアは言ったじゃん。だからあのエリアにおいて若い国なんです。ちょっと不幸っていうかね、あのストーリーがあって、まあちょっと暗い過去があるんだけど、で、若い人たちが今すごい盛り上げてる国なのよ。だから人口がすごく若くて今ノリノリの国なんですよ。ただもちろん軍事的なね、政権とかそういうのがあって、ちょっと不安定要素はあるんだけれども、はい、今すごい伸びてきてますよね、はい。だから今カンボジアっていうのはちょっと要注目ですよ、これがね、はい、はい。で、というわけで、まあ、カンボジアさんなんですが、がですよ、がいいですか、今回、まあ、今回このオールブラックスポロシャツのご紹介ですけれども、だからこそちょっと重要情報というか、ちょっとね、ストーリーを話させてもらっていい？はい、違う話するよ、はい。実はいいですか、今回ね、アディダス、今回に限らず、まあ、今回か今年ぐらいからアディダスさんすごい変わったんですよ、はい、すごく変わっていて、これに関しては普通に S とか M とかで入ってきてるわけ、はい、で、いっぱいサイズが入ってきてるわけだけど、それがレギュレーションみたいなのが変わって、はい、日本にはもう4サイズぐらいしか入んないみたいになっちゃったけど、ドーンって。しかもそのサイズがすげえ飛び飛びね、あ、間がないみたいな。そうそうそうなんだよ、そうなんだよ。昔は日本の SML
O、はい、XO とかあったけど、そういうのは全部ぶっ飛んで、はい、もう海外の S、M、L、XL みたいな状態で入ってことになっちゃったんだけど、そう海外サイズだからすごい M と L の差がすごいでかかったりするわけ。だから S と XL だともう全然違う、子供と大人みたいなサイズ4サイズしかドーンで入りませんよ、はい以上だったわけ、はい、それしかオーダーできないんですよ日本では、うん、実際ね。だから変な話、まあ、それしかチョイスがないお水さんとかだと、もうその4サイズしかないから、これ以上大きい人、これ以上ちっちゃい人はもうなしっていう状態になるわけ。ただもうもちろん私たちはね、海外にね、はい、NBA とかいますからがゲットしてきたと、その先のサイズとかもあるわけよ、はい、2XL、3XL みたいなね、はい、でそれが入ってくるってことが分かってたので、そちらは注文しておきましたよと。上のサイズはね、日本に入んないから、はい、そこはそこでオーダーしました。ところがですよ、日本でオーダーした部分がいろんなことがあって入んなかったんですよ。まさかの、ってどういうことって言って、まあ、いろんなことがあって、まあ、言えないけどね、はい、入ってこなかったんですよ。その何が起きたかというと、うちの今すぐデラジョッポですね、これは入ったよ、はい、あるものに関しては XL、 海外 XL 以上しかないみたいな謎の現象が起きてるわけですよ。でもそのこの商品に関してはうちしか置いてないみたいな、確かにもう訳わかんない状況なんですよ、はい、でねこれね言っても、もう変わらないと思うんで、もうしょうがないんですけど、多々ある、これから俺はあると思う。なぜかっていうと、やっぱりねここで思うのは、ラグビーっていうスポーツが日本国においてそんなにね重要視されてないんですよ。これサッカーでやったら 大問題ですよ、こんなこと言ったら。ラグビーはいいじゃん、ないもんはないんだからみたいな感じになって、これは正直なんですよ、はい、これは本当に皆さんがなんてやろうな、不利益を被るのは皆さんなんだよ、 俺とかじゃなくて、実はだからちょっと考えた方がいいんですよ本当に。だからちょっとね声を大にして皆さんで言った方がいいよ、あのメーカーとかになんでちゃんとやんないんですかみたいなの、はい、俺から言ったって言わないでね、絶対危ないかもしれないね、はい、でちゃんとしてかないと、だって来年もワールドカップなわけじゃん、もう今ちゃんとしなかったら来年のね新商品とかも入ってこないよ、そんな世界でいいんですかってことですよね。はい、俺が言ってもしょうがないんですけどね。はい、というわけでね、全然また話変わっちゃったんだけど、今回ご紹介したのはこのポロシャツなんです。でポロシャツはあの全サイズご用意ございますし、はい、東京店、菅平店、福岡店、はい、ウェブ店ね、ご用意がございます。で大阪店は今言いましたけれども、ちょっと移転作業中ですね、これはまた分かるようになったらご案内します、はい、ということでですね、サイズはまた一番大事なの説明をしろって話ですね。はい、私これはサイズ、あのインターナショナルの S ね、はい、日本の M を着ております、はい、ちょうどいいですね、ちょうどいいです、はい、すごい居心地のいいプロセスでございます。というわけで、よろしければ下の方のリンクとかね見ていただければと思います。